どうも宮間です。坂田です。わかって TV です。今回は横浜国立大学に来ました、はい、横浜駅からバスで、はい、まあ、15分20分ぐらいかけてきましたね、はい、やっぱり受験生の皆さん、横国ってこう憧れの大学の一つやと思うんですよね。まあね、なんといったら横浜だからね、はい、かっこいいおしゃれなイメージあるじゃないですか、はい、横浜で国立でどんなすごい大学だ早速実態を調査していきたいなと思います。はい、わかって TV。 まず山登んなきゃいけないね、これ登山から始まるって。いや、そう、ほとんど知らないから分からない今から動物園行くんかみたいな感じやね。やめろもう、ね、もうね、クワガタ取れる絶対夏いや、これはね、いい自由研究できそうだね多分ね、これ YouTube 見てる視聴者の人も、はいはい、横国といえばっていうのがあると思うんですよ。ユキリンですよ。おーピースの角度は30度で有名なミスコに出てる今年のミス横国カコチンっていう子が、はい、ユキリンの動画に出まくってね、票荒稼ぎして圧倒的1位で優勝したんですけどいや別に荒稼ぎじゃないでしょ我々のチャンネルのミス慶応が出てたけどね、票荒稼ぎできなかったのねいや、それ言わんといて申し訳ないから。ユキリンと俺らのこのチャンネルのね、違いかな。なんか割とこじんまりしてるというか、みんな真面目に勉強に取り組んでる人が多いなっていう。あの女子大が割とインカレとか少なくって、うちって。あ、そうなんですね。それは結構知りたい情報ですね、はいはい、割と慶応に持ってかれちゃってて、はい、フェリスの人のインカレもあるんですけど、そのフェリスのすごい主要なメンバーは慶応のなるほどね。フェリスのね、看板女子で、はい、看板女子は慶応に持っていかれると。なるほど。どうですか、横国入る前と入った後のイメージ。いや、ちょっと見ての通り自然に侵され侵食されて侵食とか侵されるとか現代文の文章じゃないんです人 VS 自然の文章じゃないんですなんか横浜って聞くと港未来だったりとかハーバーランド的なね、はい、いや、オープンキャンパスも来てなかったんで。あら、なるほど。全く知らなかったです。なるほど。騙された、横国に騙されたそれは言い過ぎだよ、お前バカ野郎高級物件かと思ったら事故物件みたいな、ね、いや、別に騙されたそこまでじゃん横国のいいとこは、まあ、キャンパスが一つにあるっていうのが、あ、なるほどね、全部あるんで。確かにそれ楽だね。これからちょっと寝てないんでなんで徹夜したんすか。いや、なんかね、昨日一昨日無人島行ってたんですよ。え、無人島行ってた。ちょっと待って、ちょっとめっちゃおもろそうだよ。どないかな、無人島なんだ。すごい。帰って夜行バスで帰ってきたんですよ。無人島帰りの横国生を見つけましたなんで無人島行こうと思ったんですか。なんか、まあ、いつか無人島行こうかなと思ってて。うわー、無人島っぽい。無人島どうでした、感想は。もう一回行きたいかつれたらもう行きたくないですよ食料はほとんど持っていかずに、でなんか一応そのインストラクターみたいな人つけて行ったんですけど、はい、甘えとんな。あ、別に。いやいや、いるでしょ絶対。どのぐらい期間は。2泊3日です。で、まあ、貝とか取って食べましたねすごい。結構怖いなそれ。僕はなんか、まあんまあ気持ち悪いもん食わんぞっていう気持ちで行ったんですけど、うん、結局僕な気づいたらムカデ食ってましたね。マジ、はい、マジマジムカデ。いや、自分でもびっくりしました。なんか俺もう知らん間に食ってるんで口にムカデ入ってるぞ。だからもう生協の学食の飯とかもありがたすぎてさっきのラーメンも汁全部飲んだし無人島行って価値観変わってもとるやん。どうですか、横国の魅力。あ、野音が大きくてちょっと過ごしやすい。野音が大きい。野音ってなんすか。野外音楽場っていう略称で。野外音楽場がある。お、え、ここもしかして。え、ちゃうねんけど、イメージしてたんとちょっと劇場みたいな想像してなかった。でも楽しそうだよ、ここでなんかさ、フェスやったら。まあでも椅子とかもないやん全然。横国の魅力とかを聞いてみたいですね、はい、確かに。いや、でも横浜なのに都会じゃないから。じゃあ魅力の話してじゃないね魅力聞いてるのに。空気が美味しいですよ。あ、大事。でも空気がいいってことはやっぱ喘息の方におすすめの大学ですね限られすぎだよ全国の喘息の受験生、横国を目指そうと。最低だな本当に。みんななんか第一志望ではない人も多いよ。飛行機が多いんで。飛行機、なるほどね。僕一つ思うのは、うん、神奈川大学ってなんか国立大学っぽいじゃないですか。たまに話すよね。たまに話そう。なんなら神奈川大のがいいんじゃねえか。嘘嘘。神奈川大学がめっちゃ繁華街に近いし。あ、そう、横国意外と神奈川大に憧れてて横国愛してる人とかおらへんの。横国大好きみたいな。いやおらへんねや入学1ヶ月で消えました僕いましたよさっき。え、もし僕違いますよ。え、カコチンカコチンいましたよ。あ、もうファンなんやけど。マジっすか。え、さっきそこそこで言いましたけど。ほんまに。じゃあオムライスいただきます。
後味すごいな。後期試験の味がする。じゃあ酢豚いただきたいと思います、はい。センターリオの味がする。いやいや、横国センターリオないから。センター試験だけで決まる方式だけど、センターリオはないから。そう、センター試験だけで入れちゃう。そうね、そうよね。だってほらやっぱね、ちゃんとなんかリスニングとかついてる。あの、僕ゆきりぬさんの大ファンで動画を見ててずっと応援してて、僕投票しました。投票したのね。俺ちゃんと投票しました。ありがとうございます。リスポンおめでとうございます。ありがとうございます。すごい美しい。横地さんが横国を目指したきっかけって何やったんですか？目指したきっかけは、横浜みなとみらいあるじゃないですか、はいはい、横国ってみなとみらいにある大学だと思ってて、はい、あ、なるほど。あれあれおなんかみなとみらいにある大学に行きたいって思って、はい、まあ、来たらなんか森だったんですけど。海のはずが森だったみたいな。横国の人に横国の魅力を聞いてるんですよ。もうね、今ちょっと横国愛が足りない人多かったんですよ、正直な話。ただね、ミス横国は違いますよ。横国愛に溢れてる方だと思うんで、はい、横国の魅力を教えてもらってもいいですか？はい、大学の名前に横浜ってついてるところ。あ、確かにかっこいい。かっこいいね。かっこいい、おしゃれ。全部の情報が詰まってる。横浜国立大学。それぐらいしか。国立って入ってんの横国だけですからね。わかりやすい。あ、そう、横国って恋愛って活発ですか、皆さん中で。学部による。あ、学部による。え、それちょっとモテる学部とそうじゃない学部。まあ、モテない学部ちょっとこうネガティブになっちゃうから。モテる学部だけにしとこうか。はい。モテる学部？経済とか経営とか。はい、あ、建築。あ、建築モテるんですか。理系の中でも。モテないのは。言っちゃうんですね。理系男子できりますな。ダメダメダメ。カットカット。会えてよかったです。ありがとうございます。自然が多くてね、勉強しやすい環境が整ってました。ぜひ皆さん、横浜国立大学一度来てみてください。今日はこの辺でバイ。ついに高田、この度本を出すことになりました。サイン会もやろうと思ってます。サイン会の詳細は概要欄をご覧ください。みんな俺に会いに来てや。